けね。どうなの？わかんないな。やっぱ分かんなくなっちゃった。
こんにちは。はい、今見れてますか？こちらですね。今日これから、貞子の鶴、地球をつなぐという映画の上映会を行います。で、まだ席もあるし、まあ今からリアルでっていうのはちょっと難しいかなっていう方もオンラインでご参加いただけるということで、ぜひですね、皆さんに見ていただきたいんですね。私も久しぶりに見ます。この映画多分もう150回ぐらい上映会をしてるんじゃないかと思うんですけれども、広島の原爆の被爆者、折り鶴の貞子さんが、現代に蘇って、現代を生きる福島の少年と出会うというストーリーになっています。で、私考えてみると、歴史ファンタジー系多くないっていう話で、今は、土方歳三さんが、函館で亡くなっておらず、現代によみがえるっていう、ロシアに行って、なおかつ現代によみがえるというね、そういった内容の映画を作っているわけなんですけれども、考えてみると元祖よみがえる系ということで、この折り鶴の貞子さんの映画をぜひね見ていただきながら、この次の映画をどんなかなっていうふうに思っている方も見ていただけたらなというふうに思ってます。でこちらなんですけど、ちょっとどんな見どころかっていうのをお知らせしていきたいと思います。こちらですね、ちょっと限定 YouTube アドレス、ちょっと待ってください、こちらを見ながら、まず見どころがいろいろあるんですけれども、一番の見どころっていうのは、原爆について、日本人として、ちゃんと何が起こったかということを知っておくということが一番のこの映画の魅力、重要なところになってくると思います。で、知ってるようで知らない。私は今年はインターナショナルスクール、東京ベイインターナショナルスクールというところで講師をね、やらせていただいて、この8月6日の日に子どもたちと一緒にこう映画を見てもらってという機会を作ったんですけれども、広島の原爆について知らない子どもたちがほとんどだったんですね。で、なので75年前にこういった悲惨な出来事が起こって、で日本は世界で唯一この核兵器を実際の戦争で使われた国なんだよということ、これは基本的な子どもも大人もみんな知っておかなければいけない事実だと思うんですね。で、それを私はできたらこの体験をしたわけではないんだけれど、なるべく自分が生きている、時間に会える被爆者の方の話をお聞きして、その方々の思いを、実際の歴史検証と一緒にお届けしたいなというふうに思って作りました。で、考えてみるとこれすごいんですよ。200万円で作ったんですよね、考えてみるとね。で、よくやったなと思うんですけれども、広島の過去の再現のシーンもありますし、沖縄のシーンもありますし、また貞子さんが現代によみがえった後国会前に行ったりですとか、しかもアメリカに飛んだりとか、めちゃんこすごいいろいろ動くんですけど、よく撮ったなというのがまず監督としての第一感想で、でよく撮ったなっていうことをちょっと皆さんにも見ていただきたい。なので今歳三の刀という映画の制作を進めていますけれども、これみんなに1億かかるよとか言われるんですけど、最悪200万でも取るぞと。いや、そういうわけにもいかないんで、ちゃんとお金を集めていかないといけないんですけれども、低予算でよくやったなっていうところも見てほしいです。で、
なおかつですね、この映画って今見てみると、すごく、ああ、そういうことみたいなところがいっぱいあるんですよ。どういうことかと言いますと、子供たちやホピーの方々やいろんな方に脚本も相談しながら作っていったんですけれども、これから、放っておくと地球というのは、終わってしまうから、今の私たちの世代が地球を、救う最後の、チャンスを握ってる世代なんだよっていうことをホピーの方がおっしゃってて、子供たちの無垢な心で喜んだり踊ったり、そういったエネルギーと一緒に、いけば地球が再生するんだよっていうことをおっしゃっていました。で、その言葉なんかが私はすごく、映画を撮り終わってもう何年経つのかな、3年ぐらい経つんですけれども、今もなんだか響いてくるんですね。ですので、この映画の中で、語られているお話、いろいろな部分があるんですけれども、それをぜひ皆さんも噛みしめていただけたらと思います。そして何よりですね、この主人公の折り鶴の少女貞子さん、彼女は広島の原爆の、平和記念公園に、彫刻が、飾られて、千羽近く鶴を折って白血病が治るように願った子なんですけれども、実際には亡くなってしまったんですけれど、彼女のエピソード、彼女の人生、たった12歳で世の世を、この世を去らなければならなかった少女がどんな人生を過ごしてきたのかなっていうことを、この彼女の目線になって、皆さん辿ってもらえたらと思うんです。こんな不幸に見舞われたけど、彼女は1ミリも悪くなくて、2歳の時に原爆にあって放射能がたっぷり入った雨に当たったことが原因で、白血病になるんですが、本当に周りの子どもたちのことを考える人望の厚い子で、走るのが大好きな子だったんだけれど、血液の病気になって病院に行ったら、その後入院になって、そして学校に行けないまま、亡くなってきました。そしてその時ちょうど佐々木家は、周りの、美容室を経営されてたんですけれども、ご近所の方にお金を貸して騙されたりもして、大変、お金が苦しい状況にあって、満足な治療を受けさせられなかったというふうに、お父様の茂雄さんが、実際に泣いている映像というのも今も広島市の、アーカイブで見ることができます。そういった残酷な状況になぜ子どもが置かれなければいけないのかということを、今この長崎原爆の日に、もう一度映画を通じて皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。で、ぜひですね、こちら今から申し込みが可能になっていますから、オンラインは2時半から、チケットをご購入いただいた方にですね、お送りしているのですけれども、ぜひですね、今からでも間に合いますので、ご参加をいただけたら嬉しく思います。はい、コメントをいただいてました。本当に原爆の話だった、冗談で言ったんだけど、長崎からの配信ですかって。いえ、今日は東京からの配信になります。ぜひですね、皆さん、東京の会場、もし間に合う方がいたら、お越しいただけたら嬉しいなと思います。でも、東京ではなくても、長崎からでも、アメリカからでも、どこからでも、上映をご覧いただくことができます。また、じっくり見ていただきたいので、URL をですね、映画の URL を、終戦記念日まで何度でも見返していただけるっていう URL をお申し込みいただいた方にはお送りしています。私自身も何度も何度も見ているんです。で、そしてその度に新しい発見があったりして、なので、じっくりこの上映会の時だけじゃなく、後で見返せるっていう映像の URL もお送りします。また、
今を生きる私たちは、この原爆、核兵器について何ができるのかなっていうこととかも、終わった後トークで話していきたいなっていうふうに思ってます。さまざまなアイディアあると思うので、Zoom でご参加いただいている、オンラインでご参加いただいている方からもご意見をいただけたらと思います。またこの映画のすごいところはもう一つありまして、実際の、じゃん、この子役の子がですね、実は、福島原発事故の経験した少年っていう設定なんですけど、正確には一人、二役でこのこうきくんという、当時12歳の男の子が演じてくれた貞子さんの初恋の相手、彼はそっくりな子が現代にもいて、その子は広島、福島の原発事故の被害にあって甲状腺の異常が、起きて沖縄に引っ越しをするという現代の少年、一人二役を演じているんですね。で、今日はこうきくんが受験生なんですけれども、時間を作ってトークに参加してくれるということになってます。実際の子どもたちの人生を大人の利権ということのために作った核のエネルギーによって、こういった子どもたちに被害を及ぼしているということ、ここについては、しっかりもう一度向き合っていきたいと思うんですよね。そしてこの映画、かなり無茶ぶりでいろんなことを経験してもらったこうきくんがこの映画上映会にオンラインで参加してくれて、そしてそこで今何を感じているのかなとかいうこともお話が聞けたらいいなというふうに思っています。で、私たちはつい子どもの声に耳を傾けるっていうことを、しないことが多いんですけど、私は子どもたちが持っている虹色の感覚みたいなものに耳を澄ませた時に新しい世界が広がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってて、自分自身もまあ大人になりきれないくらい、なんか、43歳なのになんか子供だってよく怒られるんですけど、娘に。でもそういった子供たちと一緒に作っていくっていう視点ってすごく大事だと思うので、そういった面でもぜひこうきくんのお話を聞くだけでも今日参加していただく価値があるんじゃないかなと思います。貞子さんは、回復ができず、初恋の相手のシンジ君が先に引っ越し、退院をしてしまうんですけど、友達とこういう形で別れなきゃいけないっていうのは本当に辛いことだったと思います。ぜひですね、そしてちっちゃいな、なんか子供たちがすごいちっちゃい、こうきくんは今高校生になったんですけれども、この時は確か中学1年生かな、小学6年生だった気もするんですけど、すごく小さかったという印象がありますね。で、ぜひですね、今も子どもたちにはね、夏の撮影がつらかったとか熱中症になりそうだったとか、ママはひどいとか言われるんですけれども、でも逆に例えば広島の原爆がこの暑いしんどかった撮影の記憶っていうことと重なったりして、自分の体験となってるっていうことはあるって言ってました。で、私はこの映画を通じて原爆の体験というのは過去のもので他人事ではなくて自分たちの身に起こっていることなんだとか、自分の友達に起こったことなんだというふうな温度感で考えてもらえるようになったらいいなと思ってまして、これから世界中での上映活動を続けていきたいと思っています。実は今年の秋にはこの作品をロシアで上映することが決まりました。今こちらの字幕をね制作してるんですけれども、こういった人類の記憶としてもモルモットのように扱われていたことや放射能の被害っていうのがあるのにないとされていたことや、いろいろなことは当事者が記録を残していかなければいけないっていうふうに思ってます。私たちは唯一の被爆国に住んでいる人たちなのですから、
こういった歴史から何を学ぶんですかということを世界に発信する義務があると私は思ってるんですね。そして今核兵器について日本政府は国連の中でも国連の中でも核兵器禁止条約に日本は入ってないんですね。なんでって、なんかそもそもそこから始めようよっていうところなんですけれども、でもまあとにかくそういった状況も含めて、何かを感じていただけたら嬉しいなと思ってます。というわけで駆け込みでまだ間に合いますので、オンラインでぜひご参加ください。アンドリュー・デビス、アロハ・レナ・アンドリューさん、ハロー。I want to screening this film in all over the world with online. So if you are interested in this film, let's screening together ということで、2時半から の, イベントご参加お待ちしています。ありがとうございました。